社民党、福島みずほが大炎上、汚染水の海洋放出に強く抗議、福島原発の処理水で、22日に社民党の福島さんが X にて、動画などにて、政府の汚染水の海洋放出の決定に強く抗議しますなどとの暴言を吐いてしまい、批判が殺到し、大炎上してしまっております。こちらら主張内容ががもううならずもの国国家のようになっっててしままおりますが国会議員や 国政政党の代表が国民や企業を貶める風評加害を行うなどありえない暴挙悪行であると言わざるを得ません国民の皆様有権者の皆様には今後行われるすべての選挙において社民党とその候補者には絶対に投票せず彼らを日本の政治の場から完全に取り除いていただくようにお願いいたします 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。